てて。いきます。今回わけのわからないオープニングから入りましたが、実況は私下田明が務めさせていただいております。皆さん、今の映像を見ていただいた通り、明の状態すごく仕上がっております。このスリップストリーム、今回このステージ大量にやっております。なぜかというと、このステージが一番スリップストリームがやりやすいからである。ズブズブである。で、まあ、なんでこの実況スタイルに何してるかで言うとなんですけれどもね、まあ、新しいことをしていかなきゃあかんかなっていうところありましてね、実況スタイルにしてるんですわ。うん、ただのサボり、うん、字幕打つ時間がなかった、うん、正直にこういうの言うてくよ、どんどん言うてくよ。で、モノマネしてすぎるとまた言われるよ、胃もたれするって言われるよ。うん、とてもね、登録者が減ってるよ、実況者の立ち回りではございませんよね。うん、そもそも何でのコメントとかでさ、登録者めちゃめちゃ減ってるけど応援してるよとかさ、登録者が激減してるけど何があったんだって言うてる人、あれ何、うん、お前のこと誰が好きなん、うん、どういうことやねんおい。なあ、推しのアイドルがいてさ、もしその人がな、ね、ちょっとぷっくらしてきたと、ね、ニュース記事にもなっていると言った時にですよ、コメントとかリプランでわざわざ太ったけど私は応援してます、太ってるけど僕は可愛いと思いますって言ってるのもんやで、うん、デリカシー置いてきたん。どこに置いてきてん、デリカシーな。言うてますけれども、このステージね、なんでこんなにアギアさんがニコニコしてるかというとね、スリップストリームがすごいできてるというところもそうなんですけれどもね、ステージ把握できてませんでした。はい、もうゴールじゃん。そうなんです。そうやで、もうゴールやで、終わりだね、うん、終わりやで、7位やね、一番息が吸えたのに、うん、そうやね。どうした、うん、はい、気持ち悪いです。今日でもありがとうございました。まんまんま待っていてぶ俺にだと中